乗れよ。上田はここでずっと育ったわけじゃないからな。引っ越しも多かったし、実家がないようなもんだろう。あいつ外国人に土地売り飛ばしてんのよ。この度はお父様のことご愁傷様でした。早く帰って。どんな人にも水を分け与える、それが三好家代々の家訓だ。大丈夫だから、誰にも言わないから。ナナ。お父さん。上田さん、どうしてこの仕事を？この仕事してますとね、なんかお金の向こうに何かが見えるように感じることがあるんですよね。今は早く働きたいの、ここで。